ヒシマンガンコウ、ヒシマンガンコウ、リョウマンガンコウ、ロードクロサイトはマンガンの炭酸塩鉱物である。マンガンを得るための主要な鉱石鉱物の一つであるが、色味が美しいものは半奇跡として宝飾用途や収集目的で取引され、珍重されている。特にアメリカの鉱物収集家の間では三本指に入る人気があるとされる。価格蘇生はマンコウ。 炭酸マンガン、結晶系は、味方象系。不純物の混じり、具合によって、灰色、紅灰色、褐色からピンク色、紅色、シナモン色を帯び、赤みのあるものが、宝色、収集の対象となる。バラ色であることから、ロードクロサイト、バラ色の石、南米を中心に産することから、インカローズ、インカのバラと呼ばれる。日本名の、ヒシマンガンコは、 結晶が菱形であることから、鉱山では、スミマン、炭酸マンガンと呼ばれる。中南米、アメリカコロラド州、南アフリカ、日本、ルーマニアなどが主要な産地である。崩壊石、カルサイトの一種である。崩壊石、ココ、肘鉄鉱、フェコとの間では、雇用体を形成する。壁機械は完全。 比重は3.6、モース高度は3.5から4、屈折率は、オメガ1.816、イプシロン1.597。編成を受けた、マンガン交渉、接触編成交渉で、バラ軌をはじめとする、様々なマンガン鉱物を伴って算する。特に熱水交渉では塊になって生成され、崩壊石の典型的な性質としてひしがたないし、 平行四辺の結晶体となるほか、弁三面体や、剣芽状の結晶を作ったり、膜状、板状、層状や、粒状、段階状、球状、さらに球状の塊が連続する、武道状、昇乳石状で算出する。また、熱水交渉では、しばしば線亜鉛光、肩鉱、片鉱、鉱鉄鉱、重昇石などを伴って算する。同じンガン交渉で算する。 ロードナイトと外観がよく似るが、極めて酸化しやすいという点が大きく違う。現在典型的な、ヒシマン眼光と呼ばれる赤く光沢のある鉱石は、空気や湿気によって酸化やすく、屋外に置いたり、特に雨に打たれると、褐色の皮膜が形成されたり、黒色化しやすい。高度が低く、脆く、壊れやすいのも特徴であり、この観点から放射用としても送信具には向かない。 キシマン眼光は透明なものと不透明なものがある。ガラスのような光沢を持つ場合と、稀に真珠のような光沢を持つ場合がある。色は含有する、不純物によって様々である。特に影響が大である不純物は、鉄、マグネシウム、カルシウムで、これらが少ないと鮮やかなピンク色、黄色から暗赤色となる。不純物が多いものは、白色、黄灰色、黄褐色、 褐色をとる。日本の銀山では、昔から、不純物が多く気配色から白褐色のものが、産出し、かつぶし孔、かおぶし孔とも呼ばれていた。この他、ヒシマンガン岩ウの色味を表現するには、褐色、日焼け色、赤色、大赤色、親戚色、濃桃色、ピンク、バラ色、ローズピンク、紅色、シナモン色、キイチゴ色などという。 赤色の傾向を帯びる場合もある。南米、特にアルゼンチンやペルーで産するもので、昇乳石状のものは、黄色から白色の層を成しているものがある。宝石としては、こうした島模様が入っている方が珍重され、特に島目が美しいものは、インカローズと呼ばれる。ヒシマンガン鉱は、銀鉱山や銅鉱山で副産物として産出するため、 世界中で見られ、南米のインカ帝国時代、13世紀以降の銀行山戸から大量に見つかっている。産地は中南米に広く分布しており、特にアルゼンチン、ペルー、メキシコンが主要産地である。なお、宝食物としてのロードクロサイトは1813年にルーマニアで発見とされている。当時のルーマニアはハンガリー領で、 ハンガリーの他マケドニア、ドイツなどもロードクロサイトの産地として人気がある。宝石物、半奇跡として人気に火がついたのは第二次世界大戦後のアメリカとされており、1940年代に中南米産のインカローズが収集家の間で高値で取引されるようになった。アメリカではコロラド州のスイートホーム鉱山が特に有名で、その他カナダも 代表的な産出地の一つである。このほか南アフリカには大きなマンガン鉱山があり、有力な産地の一つである。日本でも古くから銀山、銅山が各地にあるが、不純物の多いかつぶし鉱ではなく、宝石物として価値のあるものとしては、青森県のオップ鉱山、北海道の稲倉石鉱山、秋田県の尾サ、沢鉱山などが知られている。 アメリカのコロラド州アルマは、宝石としてのロードクロサイトの産地として、世界を代表する鉱山である。この鉱山では、セガエンコー、マンガンオモシ、石英などと共に産出する。スイートホーム鉱山のロードクロサイトは、色が濃く鮮やかなのが特徴で、鉄、マグネシウム、カルシウムなどの不純物の含有量が少ないことから、シ紅色をしており、アルマローズとも呼ばれる。 アルマローズの中でもアルマキング、アルマキングと命名された結晶は 14cm16.5cm の大きなサイズを誇り北米最大のロードクロサイト結晶としてデンバー自然科学博物館収蔵されているコロラド州では2002年にロードクロサイトをコロラド州の石と定めた中南米はロードクロサイトの主要産地である中でも アルゼンチンのサンルイス州は、ロードクロサイトの採掘が行われたものとしては、世界最古とされる鉱山がある。13世紀頃から、インカ帝国によって営まれていた、銀、銅の鉱山で、創上のロードクロサイトが得られる。これを、カボションカットにして研磨すると、バラ状の縞模様が現れることから、インカのバラ、ロジンカ、ローシンカや、インカローズ、インカローズと呼ばれる。 インカ帝国が滅んだ後、この鉱山は忘れ去られていたが、1920から1930年代に再発見された。インカローズは、島模様があるほど美しく貴重とされる。同じアンデス山脈のカタマルカ州では、小乳石状のインカのバラが有名である。特に、カピリタス鉱山産のものが知られている。このか、ペルー安価試県のハーラポン鉱山では、 20センチメートル各クラスの結晶を産する。また、メキシコもロードクロサイトの代表的な産地である。メキシコ産の中では、ピンク色の小さな結晶が塊になっているものが、典型である。ルーマニアは、ロードクロサイトの名が付けられた地である。1813年のルーマニアでこの鉱石が、発見され、バラ色であることから、バラ色を意味するギリシア語。 デルタカイロオメガから、ロードクロサイト、ロードクロスイートと命名された。このほか、ハンガリー、マケドニアなどもロードクロサイトの代表産地である。南アフリカの北ケープ州には、カラハリマンガン地帯と呼ばれるマンガンの大交渉がある。この一帯にあるホタテルも、同じような鉱石を算する。青森県の白神山地中にあるオップ鉱山では、ブドウ城、 人造上とも、の功績を算することで知られている。オップ鉱山は近世に、銀や、銅の採掘が行われ、昭和期には、鉛や、亜鉛の採掘で栄えた、金属鉱山出る。オップ鉱山は1979、昭和54年に閉山したが、良質なロードクロサイトの産地として知られており、創業時代の産出品が、今も取引されている。 北海道の余市町にあった稲倉石鉱山は近代日本で最大の満ン鉱山だった。ここでも武道場鉱石をはじめ、結晶鉱石などを産出し、日本における菱満願鉱の代表産地だった。このほか、北海道の八雲鉱山、秋田県のオサ、沢鉱山などが代表的な産地である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。